どうもこんにちは、新米クッキングのひこです。最近はゲームの動画ばっかり上げていますので、料理の動画を上げたいと思います。で、今回作る料理はこちらの鶏の手羽先を使ったフライパンで作る鶏の手羽先煮を作っていきたいと思います。まず最初に下ごしらえからしていきたいと思います。まず手羽を出しまして、ここに切り込みを入れまして、中に火が通るようにします。切り込みを入れましたら塩コショウを振ります。この上でやりましょうか。裏側にしまして、裏からしまして塩コショウを軽く振ります。塩とコショウ半分なくですね。そして揉みます。はい、これで下ごしらえは OK です。焼いていきます。小さじ1ぐらいですね。十分に火が通りましたらを裏にして並べていきます。このような感じですね。はい、後ろの方に焼き色をつけましたら繰り返していきます。いい感じで焼き色ついてますね。どうでしょう。大さじ2杯入れます。中に火が通るぐらいですね。続きまして醤油を大さじ6入れます。ちょっと多いけど、いいし、6入れます。みりんを大さじ4入れます。みりんを大さじ4、1、2、3、4。あとは煮詰めていくっていう感じになりますね。お、いい感じになってますね。これはいいわ、うまそうだわ。5分を弱火で煮詰めます。蓋はしません。砂糖大さじ4入れます。よっと、これで醤油の後にすぐ入れてください。はい、よろしくお願いします。はい、これで完成になります。あとはさらに盛り付けたら終わりです。
では早速盛り付けをしていきたいと思います。まずレタスを引きますね。美味しそうに見せるためにやっぱレタスでしょ。シャキシャキ感と照り焼きの感じ。続きまして手羽先ですね。うわ、うまそう。いりごまを軽く巻いてます。こんな感じですね。いかがでしょうか。できましたよ。久々に作った料理。久々でもない、毎日料理は作ってますけどね、こうやって動画上げるのは久々なので、ちょっと5分気味ですね。はい、まあこんな感じでできました。いかがでしょうか。これはビールのお供にいかがでしょうか。はい、いかがだったでしょうか。久々の新米クッキングっていう感じです。こちら料理ですね。はい、こちらもごくごく飲みながらやって食べていきたいと思います。今回はこれで終わりたいと思います。これからも新米クッキングの方をよろしくお願いいたします。この動画が良かったと思う人は高評価でお願いします。チャンネル登録してくれたら嬉しいです。ではバイバイです。はい、ありがとうございました。